クラソーオン男爵は、イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位、保守党の政治家さ、トーマス・ダグデールが1959年に除衣されたことに始まる。初代男爵、トーマス・ダグデール農水大臣を務めた保守党の政治家さ、トーマス・ダグデールは1945年1月31日に、連合王国巡男爵の巡男爵に除された。ついで彼は、 庶民委員議員を引退した1959年7月15日に連合王国貴族としてヨーク州ノースライディングにおけるクラソーンのクラソーン男爵に長女した。二代男爵チャールズは保守党の政治家として活動しており、1999年貴族院法、制定以降も貴族院に席を置く92人の世俗貴族の一人である。一族の邸宅はノースヨークシャー。 やー無近郊のクラーオームハウス。男爵家の紋章に刻まれるモットーは耐えることによって、法廷推定相続人は、元当主の一人息子である、トーマス・アーサー・ジョン・ラグ・デールカか,か。ありがとうございます。